とはパンクとかね、脱輪させないように降りていくだけなんですが、結構きついな。なんかいろは坂みたい、ここ。べきじゃないですよ。まず出てきた。何ここ、どこやここ。ちゃう変なとこ行ってもた。しかもね、ナビがねちゃんと言うこと聞いてないですね、これ。あ、やっとここ行けた。いいのかもわかんないままあれですけど、でも U ターンするとかないんでね、ひたすらもう行くしかも。あ、でもなんか街灯見つけた。U ターンするとかあったな。すごいな、むき出し。いや、これもうどうしようかな。なんかもう謎の道をねひたすら走るってなってますけど、なんかまずできた。そろそろ市街、なんていうの、普通の道に戻りたいけど、あ、でも見えてきた、なんか助かった。あれ降りられへんのこれ。
おお、こんな峠降りたよ早く。お、なんかでも下はなんか見えてますね、光が。お、降りてた。うわ、ここもなんか不気味やな。何これ、橋か。うわ、いや、ここやばいやろ絶対。来ちゃいかんでしょ夜に。ナビがね、言うこと聞いてくれませんからね。ここどこ？ホズなんて、何駅？なんか着いた、ようわからんところに。え、出られへんのこれ。出れませんねこれ。道と思ったらただの駅の終、なんか止まるところに着いたっていう。こっちしかないやん。じゃはい、なんとかね、先ほどの峠また戻ってきました。こっちなんか行くしかないもんな、な、行くところ。あ、ナビに出てきた。そっか、あそこで間違えたんか。じゃあこっからね、本格的なトンネルとなります。さて、赤信号でしょうか、青信号でしょうか。もう真っ暗ですね。いやー、さっきのトンネルも怖かったけど。あー、マジか、赤信号や。うわー、赤信号やぞ。どうやら幽霊が待っているようです。しかも誰も来へん。まだ9時やぞ。はい、不気味ですね。で、先が見えないんですよねここって。だからまあ信号がついてるんですけど。3.4 キロもあるのこれ。結構長いですね、信号待つの。これ立ってるのかな、待つところ。反応してる。あ、いけた。後ろ見てないんでね、ゆっくり行きましょうか。女性の霊が立てたりとかしますかね。じゃあもういてないんでね、後ろ鳴らしましょうか。3回。
こんな感じですかね。うん、よいしょ、ここぐるっと回ろう。よいしょ、帰り足かかって戻っとこうか、ぐるっと。あ、また落ちるんです。あとは普通に今帰りましょう。なんかね、くぼみがあったんですよ、なんか途中で謎のくぼみがね、この辺りにあったような気がするんですよね。右側に、さっきは左側にあったんですけども、人がね、ちょうど今のとこですね。今のもう一個あってんけどな。まあまあええか。あ、またあった今右側に。はい、どうやらここが有名な場所みたいですね。誰も車1台も来ませんね。あ、やっと対向車来たわ、1台。こんな感じでした。それではね、ご視聴ありがとうございました。